4月29日から坂出市民美術館で市内在住のアマチュア写真家による風景写真展自然のハーモニー藤井敏彦写真展が開催されています。藤井さんはおよそ15年前から写真にこだわりを持ち始め、第7回坂出の四季フォトコンテストで最優秀賞を受賞した経歴もあります。展示された写真はおよそ50点で、花やトンボなど自然を切り取った写真が並んでいます。また写真展には写真家の長田春夫さんの三女出品もあります。長いこと撮りためた写真をみんなに見てもらいたく、あんまり上手ではないけどいろんなとこありますから、こういうとこもある、ああいうとこもあるのを知らない人に見てもらうために、たし花とか鳥とかちょっと変わったものとかが多いです。ただ花とか鳥とかトンボとか好きですから、ここ全部は自分の好きな作品ですから、みんなに見てもらえたら、年は年やけんな、もう近くで、好きなものを撮りたいと思っております。自然のハーモニー藤井敏彦写真展は5月7日までです。身近な自然を切り取った風景写真をぜひご覧ください。